次に村沢悟議員に質問を許します村沢悟議員 私は双方合図の一員として先に通告しました項目について質問いたします一つ目は公共施設の在り方と新庁舎整備についてです川東市長北会津市長と公民館機能についてまず質問いたします今年1月11日に蛍光堂で市主催の未来デザインワークショップが開催されましたテーマは公共施設の利活用に向けた市の取り組みについて 考えよう公共施設の明るい未来です参加した方々は中央東エリアというくくりの中で各城近況城北日清城西東山地区に住んでいる市民が対象となっていました同僚議員も自らワークショップに参加したり多様な課題を発見するために各地区ごとのワークショップを見学して回ったりしている方もいらっしゃいました その中で公共施設の将来について課題提起がしてあった模造市には今後既存施設の改修や建て替え維持管理の経費に年平均で約114億円がかかるとありましたそれに対してインフラ整備費の実績値は年平均で約48億円とありこの額から整備費の充足率を算出すると 約四割の施設しか維持できないことになるようです。今後人口減少や税収減、高齢化に伴う社会保障費の増加や個人の生活スタイルの変化により施設利用の減少などを考慮すると、公共施設のスリム化は近い将来避けては通れない通れない道になると考えます。一般質問をする前に川東支所北図書所の現地調査をしてきました。 どちらも議場を中心に旧町村時代に議会で使用していた部屋のほとんどが利用されていませんでしたぜひこの場所を広く市民に利活用してもらうべきと私は考えますまた川東地区においては川東県の敷地内にある学習センターを市民の活動拠点として活用していくために協議が始まっているようにも伺っておりますが北伊豆支所と 空き部屋の状況が同様であることから合わせて確認することといたします今後社会の変化に伴い多様化していく地域の課題に適切に対応するためには川東地区北伊豆地区をはじめ各地区においてまちづくりの拠点が必要と考えますさらに近い将来職員だけでは対応しきれない市の事業を市民やさまざまな活動団体や事業所と 市が共同で取り組む手法である地域内文献など持続可能な地域社会の構築のためにも必要になってくると考えますそこで質問いたします現在川東公民館北江津公民館はそれぞれ建設から40年以上が経過しており老朽化が著しい状況となっていますそこで隣接している各種手続きの窓口として市民が利用している川東支所北江津支所内に ある旧町村時代の議場などを改装して公民館として活用すべきと考えますが認識を示してください次に新庁舎建設費の内訳と市民の理解についてです先日会派の行政調査において新潟県の新発田市と柏崎市を視察してきました柏崎市の新庁舎の規模は延べゆけ面積1万2千平米 本庁舎職員数420名で総工費は57億2千万円でした柏崎の新庁舎は延べ床面積9990平方メートルであり総工費は64億円であり現在2020年度中の完成を目指して工事中でありましたどちらも人口や予算規模からすると類似団体と考えますがこの総事業費が高い安いについては 一概には言えませんので参考としていただければと思います柏崎市においては新庁舎を建設するにあたり新庁舎に求めるものや新たに加えたい機能や施設について広く市民の意見を聞くために市民アーケントを行いましたまた実政権においても市政大臣で詳しく市民に情報提供をしています会津若松市においてもホームページでは時系列で最新情報がアップされていますが さまざまな意見が聞こえてくるのはインターネットを利用できない高齢者などからではと感じておりますそこで質問いたします昨年11月に提案があった会津若松市庁舎整備基本計画の精査と整備に向けた方向性の整理について以下再検討計画というの中で概算事業費が当初の94億円から83億円と11億円が圧縮されました この内訳は、本庁舎休館改修などに19億駐車場の整備に5億円、庁舎新築の単体工事には59億円を想定しています。市民からは、新庁舎整備費が高いという声もあるようですが、この費用は、新築する庁舎をはじめ、本庁舎休館改修の費用などを含めた総事業費となっていることを、多くの市民が理解していない状況にあります。 今後、事業進めに,にあたり市政勢よりなどを活用して市民に幅広く周知し理解してもらうべきと考えますが認識を示してください次に境町第一庁舎の利活用についてです新庁舎の整備について再検討をされた中第一庁舎を庁舎として活用するとありました市民の多くが利用する窓口は本庁舎にまとめるようでありますが 第一庁舎は文庁舎とした場合どの部署が入るかは仮未定としますが市民が訪れることがない部署は私はないと考えております仮に文庁舎にいずれかを活用するとなった場合市民にとっても市の職員にとっても庁舎間は少しでも近い方がいいと私は考えておりますそこで質問いたします再検討計画では 境町町第第一庁庁庁舎舎舎ををとととししてて二市民活活動の拠点として活用すするとあります本庁舎との移動距離や将来職員が減少していくことを想定すると境町第一庁舎を市民活動の拠点として境町第二庁舎を引き続き庁舎として活用する方が市民は利用しやすいと考えますが認識を示してください。 またこの,提案についてこの提案において、境町第一庁舎を市民の活動拠点とした場合には、老朽化している大手町第一庁舎にある社会福祉協議会をはじめ、各種団体や協議会の活動拠点を設置すべきと考えますが、認識を示してください。2つ目は感染症の推進についてです。 風神の撲滅に向けた取り組みです。世界保健機構の緊急委員会は日本時間の1月31日未明に中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が国際的に懸念される衛生上の緊急事態に該当すると発表がありましたこのような状況を踏まえ新型コロナウイルス感染症は感染症法に基づく指定感染症に指定されました 厚生労働省のホームページでは3月1日12時現在の国内の最新の感染状況を確認するとチャーター便帰国者を除く国内事例は222例でうち死亡者が5名となっています今回の新型コロナウイルスでは世界中の人が移動することで世界的に大流行しつつありますが政府や医療機関の懸命な水際対策で 国内での流行を何とか抑えている状況にあります国内においては観光業をはじめ商工業を中心に生産活動消費活動に大きな影響が出ていますまた市内の薬局やドラッグストアなどでは感染予防に必要なマスクや消毒薬などが手に入らないなど社会的にも不安定な状況となっています本市においても新型コロナウイルス感染症対策本部が設置されましたので 今後の情報収集や周知、対策の徹底、さらには、最悪を想定して、民間も含めた医療機関と連携した診療体制は、万全な体制が整っていると考えますので、本感染症が収束するまで、大きな混乱を生じることなく、粛々と対,して対応していただくことを願うばかりであります。さて、2つ目の質問項目、風疹についてでありますが、 風疹は発熱発疹などを特徴とする風疹ウイルスによる感染性の疾患です一般的には症状は軽症で後遺症もなく回復していくことがほとんどですが罹患者の5000人から6000人に1人程度のが脳症などを発症し重症化する場合がありますまた妊婦が妊娠20週目ごろまでに感染すると 白内障や先天性の心疾患、難聴などを特徴とする先天性風疹症候群の赤ちゃんが生まれる可能性がありますここが一番心配されているところであります風疹は昭和51年に予防接種の対象疾病として位置づけられて以来接種対象者の変遷はありましたが平成16年における推計約3万9 0人の患者の発生以降 患者の報告数は着実に減少し大規模な流行は見られていませんでしたしかし平成24年から関東地方や関西地方など都市部において20代から40代の成人男性を中心に患者が増加し平成25年には1万4000人を超える患者と32人の先天性風疹症候群の赤ちゃんが出生が報告されていますここでは、 都市部とありますが今年1月には福島県いわき市で生まれた男児が先天性風神症候群と診断されました人が動くことによって地方でも発症する可能性が高くなっていることが判断すると考えますそこで国は平成26年3月にこのような国内及び国際的な状況を踏まえ早期に先天性風神性症候群を発生をなくすとともに 令和2年度までに風疹の排除を達成することを目標に掲げ厚生労働省が風疹に関する特定感染症予防指針を示しましたその中で昭和37年度から昭和53年度まで生まれの男性の皆さんに住んでいる自治体から原則無料で風疹の抗体検査と予防接種を受けていただけるクーポン券を段階的に送付しています この年代の男性の皆さんがこれから抗体検査を受け必要な予防接種を受けると免疫を持っている人が増えこれから生まれてくる子どもたちの未来を守ることができ風疹の流行はほぼなくなると言われていますそこで質問いたします国の施策である風疹の追加的対策においては特に抗体保有率が低い昭和37年4月2日から 昭和54年4月1日までに生まれた男性を予防接種法に基づく定期接種を対象として3年間全国で原則無料の抗体検査を受けその後必要に応じて予防接種を受けることになります令和元年の元年度の対象者は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性に対して 平成31年4月に受信クーポン券を輸送し対応していますが令和元年11月末時点での抗体検査者数は令和元年度に受信クーポン券を発送した5428名に対して890名受診率16.4%となっていますこの年代は仕事が忙しく子どもが出産期から子育て期へ移行していることもあり 風刺への関心が薄いと考えることから特定の年代の市民に限らずまずは広く市民に周知し全世代を巻き込んで風刺の撲滅のために取り組むべきと考えますが認識を示してください次に令和元年度の11月末時点の実施状況において抗体検査で基準に満たない予防接種が必要な対象者は223名いるにもかかわらず 予防接種率が100%とならない理由や課題はどのようなものがある,のあると考えるのか認識を示してください次に国の施策である風疹の追加的対策について受診する機会を増やす取り組みとして各企業で行っている事業所検診の機会に 抗体検査を受ける体制を整備するとありますが、市の特定検診において対象者がいる場合、特定検診と合わせて抗体検査を受けること,でことができる事前のお知らせと体制を整備すべきと考えますが、認識を示してください。以上上で壇上からの質問を終わります 長村沢悟議員のご質問にお答えをいたしますはじめに北合図川東両支所の公民館としての活用についてであります北合図川東両地区においては昨年度から地域づくり委員会との協働により地域住民の方々とワークショップなどを行いながら支所を含めた地域の公共施設等の利活用や 再編に向けた検討を行っております今年度はこれまでのワークショップで提案されたアイデアをもとに各地域づくり委員会が主体となり司書や学校等を会場にサークル活動や講演会コンサートなどのイベントが実施されたところであり現在来年度に向け市とともに取り組みの成果や課題の検証 今後の活用案の検討などを行っております。両支所の有給スペースの活用につきましては、住民の方々の関心も高く、公民館が有する社会教育機能にとどまらず、農産物の直売所や気軽に利用できる交流スペース、カフェなど様々な提案をいただいていることから、引き続き地域づくり委員会とともに、住民の皆様の参画と共同を得ながら、 地域活性化につながる施設の再編案を形づくってまいりたいと考えております次に新庁舎の建設費等の周知についてであります庁舎整備事業につきましては平成29年度に本庁舎休館保存活用計画及び庁舎整備行動計画を取りまとめ昨年の4月にはこれらを踏まえた 庁舎整備基本計画を策定したところであり、それぞれ市政だよりやホームページで公開し、市民の皆様へ周知するとともに、昨年5月から6月にかけて、説明と意見交換会を行ってきたところであります。この中では特に、庁舎整備が本市財政に与える影響等に関して意見をいただいたところであり、これを踏まえて、これを踏まえて、 事業費等の視点から、計画を再検討するとともに、財政シミュレーションを行い、工事に関連した費用は実質的な負担がゼロになること、その他の費用を含んだ事業全体の費用については、実質的な負担が16億,程度に16億円程度になることを、庁舎整備基本計画の精査と整備に向けた方向性の整理の中でお示ししたところであります。 このことにつきましては、既にホームページで公表しているところではありますが、改めて姿勢頼りなどにより、広く周知を図ってまいります。次に、境町第一庁舎、第二庁舎の利用についてであります。昨年11月にお示した基本計画の精査と方向性の整理においては、財政負担の軽減といった観点から、平成29年度の庁舎整備行動計画で検討した 16パターンの庁舎機能の配置案の中から、事業費が最も低廉になると考えられる、境町第一庁舎を庁舎として活用するパターンを抽出するとともに、市民活動の拠点等の配置を再考して、第二庁舎に市民活動の拠点機能などを位置づけることとしたものであります。この中で、境町第一庁舎を庁舎として活用することにつきましては、 市民の皆様の利用が極力少ない部署を配置することを想定したものであり、また、境町第二庁舎を市民活動の拠点等として活用することについては、拠点を利用する市民の皆様の交通の利便性、会津稽古堂との施設連携などを考慮したものであります。この考え方につきましては、境町第一庁舎に配置する部署よりも、 多くの市民の方の利用が想定される市民活動の拠点の利便性に寄与するものと認識しております。次に、栄町第一庁舎への市民活動拠点の設置についてでありますが、今ほど申し上げたとおり、栄町第二庁舎に市民活動の拠点等の機能を位置づけることを想定したところであり、その具体的な利用につきましては、今後ご提案いただいた 団体や協議会等との活用の可能性も含めて検討を進めてまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については視聴者よりお答えを申し上げます。健康福祉部長、はい、お答えいたします。え風疹撲滅に向けた市民への周知についてであります。風疹を撲滅するためには、本人だけでなく広く市民の皆様に 風神の怖さを伝え、意識を高めていただくことが非常に重要であると認識しているところであり、これまでも、市政だよりや市ホームページ、さらには個別通知等による周知に努めてきたところであります。今後におきましては、これまでの広報に加え、全個配布を行う各種検診のお知らせでの周知など、市民の皆様に風神に対する理解をさらに深めていただけるよう、努めてまいります。次に 接種率ととならならいい理由と課題についてであります抗体検査の結果、抗体価が基準に満たない場合、後日、改めて予防接種を受ける機会を確保する必要があることは、予防接種につながらない主な理由と考えられ、その負担軽減が課題であると認識しております。なお、未接種の方に対しては、接種勧奨通知を行う予定であり、今後も接種率の向上に努めてまいります。 次に、特定健康審査に合わせた抗体検査の事前通知と体制については、現在、一定程度行っているところであり、今後もその周知に努めてまいります。以上でございます。村沢聡議員、はい、では、一定の答弁いただきましたんで、再質問をさせていただきまます。まず、公共施設ののりり方と新庁舎の整備についてであります。 今ほど市長からの答弁ありました、地域づくり委員会が主となって検討しているということであります、私も現地、確認したところでありますが、庁舎が気になってからもだいぶ時間も経過しているところであります、ぜひあそこをあのまま空いている状況にするのはもったいないところであります、でさらには、公民館が本当にもう古くなっておるところであります。 トイレであったり、階段、非常に使い勝手が悪いという市民からの声も上がっておりますので、ぜひ、首相を中心として、まちづくりも含めた取り組みを早急に進めていくべきだと考えております、ぜひこの辺について、もう一度、思いといいますか、早急に進めていくべきと考えますが、これについてご意見いただきたいと思います企画政策部長。えー 北安住公民館と川東公民館をの機能を市匠へ移転して、早急に進めるべきではないかというおただしでございますあの。これまでご承知のとおり、公共施設の再編の検討ということで、住民ワークショップ等を行いながら、市民の皆様と共に検討を重ねてきたところでございます。でまずはは移転というよりは いかに空きスペースを有効に活用するかというような視点でもって、取り組みを現在進めているということでございます。でその結果として、より良いアイディアを次の公共施設の再編プランの方に反映していきたいと、方向性を反映していきたいというような取り組みを現在行っているということでございます。 ただ、あの議員ご指摘のように、公民館等が非常に古くなっているということでございますので、時間をかけずにそれぞれ進めていきたいというふうに考えております。なお、川東北公民館についてはあの、最小限のメンテナンスを行いながら、保全をしながら、使用してまいりたいというふうに考えているところでございます村沢悟議員。はい はい、えー、取り組み確認させていただきました、あのぜひ議場等も立派な部屋ありますので、改修等も含めて、えー、地域と相談しながら進めていっていただきたいと思いますので、これは検討させていただきます、続いて市民理解についてであります、えー、こちらについては、あのー、先ほどの中でも私はあったんですけれども、新庁舎の整備費用については、あ駐車場と旧館の改修、そして本館ということで、 それれぞの金額が合計した事業費ということで、市民の方も高いという理解をしていると私は考えております、そういうところからいきますと、これから今後、金額が変わってくるのは、新庁舎の建設費用だけなのかなと考えております、ぜひそこだけを重点的に説明してもいいくらいではないかと私は考えておりますが、ぜひそこの辺について、認識を示していただきたいと思いますよろししくお願いします。 庁舎整備に関わる費用につきましては、えー、新庁舎の部分だけでなく、やはり全体事業費ということを、お市民の皆様にお知らせしていくべきかなというふうに考えております。たただその中でも、えー、現在、えーあのあえー、先般お示しししましたようにい 有利な記載等を活用することによって、実質的な負担、税負担がゼロになるということも含めて、その辺を十分ご理解いただけるような表し方でもって、市民の皆様にお伝えをしていきたいというふうに考えているところでございます村澤悟議員、はい。全体事業とというこででで確認しますす、まあ、今ほどあった通りそのの中で内訳ですねぜひ市民の皆さんが 目で分かるよような表記等々取り組みをしししていいいいたただきたいと思いまますすのででろしくお願いしますでは次に境町第一庁舎の利活用についてであります今ほど今までどおりの第1第2庁舎の活用という部分で答弁いただきました、まあ、その中でなんですけども昨今の災害等々を考えた中でありますけども大規模災害を想定しますとやはり今新しい庁舎いろんなところを見てきましたが 市町部局に対して災害対策本部同じフロアで建設しているところがほとんどでありましたそういうことから考えると同じ建物内にすべて入っていた方が災害時の対応情報が迅速に集約して的確に判断できる場所になると考えております文庁舎の方がいいという意見もあるところもちょっと聞いてはいるんですけれどもそういうことが対応できるということは これも住民サービスの重要な一つだと私は考えます。というところでいくと、最終的にはやはり一つの庁舎の中に私は全部入ればいいというふうに考えるところでありますけれども、あの建物もそれぞれ大て町も古くなっているところでありますので、ぜひその大規模災害を想定した中で、一つの建物に入れるべきだと私は考えているんですが、そちらについての認識はいかがでしょうか。 企画政策部長新庁舎の整備に当たりましては、その視点の一番重要なところが、部分が災害に対応するための機能ということでございます、それにつきましては、基本計画の中で考えをお示しさせていただいたところでございます。その考え方をもってさらに 市民の利便性の向上、災害時のリスク分散の考え方、ICT を活用した対応、さまざまな視点から、総合的に災害時の対応がスムーズにできるような庁舎の配置案ということを設計などの中で、今後とも精査をしてまいりたいというふうに考えております村沢悟議員。 はいえー、先ほどあったとおり、私も他市の事例見てきましたので、ぜひそういうところも参考にしながら、今後の配置については再度検討をしていただきたいと思っております、まあ、その中で大きな事業を進めるにあたり、一番大切なのは、やはり市民の意見を,声を聞く、耳を傾けることが重要だと私は考えます、えー、今回の新型コロナウイルス、安倍首相の対応を見てきました。あ賛否両論がああるところでありますけれども やはりリーダーシップが私は必要で、時には突き進むことも重要ではないでしょうか、ICT オフィス関連事業は一段落しております、新庁舎建設に対する室井市長の判断と決意が私は問われていると考えております、ぜひブレずに信念を突き通して、構成に自信を持って、引き継ぐことができる新庁舎を建設することが重要だと思いますが、ぜひ室井市長の意見をお聞きしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 市長、はい、市長、はい、えー、あのまあ決意と言いますか、えー、こうしてですね、あの順次、えー、議会にもさまざまな形で、えー、意見を市民の皆さんやいろんな意見を聞きながら、えー、再提案をさせていただいたりしてきております。これからもですね、しっかりあの皆様にその中身についてより。 あの理解をを深めてていいいいたただけるよううなお知らせししっかりしていきたいというのが思いでありますあの市政ではほとんど毎年のようにです、ね、庁舎に係るさまざまな検討経過についてはお知らせをしてきました、それについてもです、ね、やはりしっかり皆様にこう中身についてもっと理解をしていただけるようなことをしていればです、ね、もう少しあのスムーズに進んだ部分もあるんじゃないかという反省も踏まえまして、これから、えー、次年度、 設計の予算もあの計上させていただいたところでございますのでさらにしっかりとですね説明をしながら事業を進めてまいりたいと考えております村沢聡議員はい、ぜひリーダーシップをとって突き進んでいただきたいと思いますでは風針に移ります風針については PR 全国配布等々取り組んでいくとありました 学校では、子どもさんから親に対して受診を受けてくれというような依頼をしている自治体もあるそうです、ぜひこれについて取り組んでみてはと考えるんですが、いかがでしょうか健康福祉部長、はい、えあの先ほども申し上げましたが、やっぱり市民全体に、あの風疹の怖さを知っていただく。 まあこれは個別通知も含めて、これからさらにしていかなきゃいけないんですけれども、今ほどご提案ありました学校を通じてという部分も、教育委員会側とちょっと調整をさせていただいたですねまあ今後、可能であれば実施してまいりたいというふうに考えております。 他人から言われるよりも本人子供さんから言われる方が聞くということでありますのでぜひここ取り組んでいただきたいと思いますので検討していただきたいと思います最後にもう一つです、えー、予防接種受けるときに夜間休日の体制こちらが整っているかどうか確認をお願いします村沢悟議員通告外ですので質問書いてください では、風刺の予防対策の中で、えー、医療機関が、えー、受けやすい体制を整備するとあるようであります、それについて、何か進めか、取り組みがあるか教えてください。<coughs> 健康福祉部長、はいえー、今、国ではです、ねえー、各い、えー 職域ごとの受診できる環境を整備するように、各保険組合の方に呼びかけてございます、であとですね、えー、市としては、えー、と特定健診の委託先である医療機関について、す、ま、べ、あ、てで、えー、その不審の集合契約に入ってないところもございますので、それらの加入促進でありますとか、あと、まあ、医師会を通して、えー、積極的にその、 接種を進めてくださいというような形で、医師会の方に、まに、あ、各医療機関のほうにです、ね、その辺の進め方を依頼したり、あるいは集団の特定健診である県の衛生協会と連携して、ですねそのぜひ接種につながるような通知をしていただくというようなことで、今後、検討してまいりたいというふうに考えておりまますす以上ででいますここで暫時休憩いたします。 再開を11時15分でいたします。